変人さん、アパート謎解き。皆さんの周りにはおかしな人はいませんか？僕の周りには僕の町には何もないのに手を叩いて歩き回ってる人がいて、なんかおかしいなと思いながら、こっちも手を叩いて対抗してましたね。早速やっていきましょう。管理人、お部屋をお探しですか？敷金、礼金ゼロ、連帯保証人不要、即入居。めっちゃいい物件ですね。こんな破格の条件でアパートを貸し出しているので、ハローコープ。うち変な入居者多いんですよね。訳ありって。家賃滞納する人も多くて困ってるんです。私はそんなアパートの管理人、うまく仕事ができるか不安ですが、入居者の元へ向かい家賃回収に行ってみましょう。これ僕は何なんですか？僕も管理人。101号室。おお、なんかおぎや、なんかすごいエッチい部屋ですね。お邪魔します。家賃回収に参りました。スーツも男なんでね。まあ親管理人さん、ご苦労様です。家賃を受け取って素直ですね。この人ちゃんと払うんです。この人は家賃を支払ってくれてるけど、少し困った問題がある。大変申し訳にくいのですが、この部屋に鳴き声の苦情が来ています。鳴き声心当たりありませんね。どんな鳴き声か教えてくれますか？遊び方。3回失敗すると住人に追い出される。なるほど。どんな鳴き声つうと、やっぱりこのおぎゃが気になりますね。クリア。おぎゃ、赤ちゃんの鳴き声がこの部屋からする。こちらの部屋から赤ちゃんの鳴き声が聞こえるようです。それはありえない。僕は独り身ですからね。なんで後ろに哺乳瓶転がってますけど、飲みかけでもかわいそうにお腹でも空かせてるのでは。お腹でも空かせてるんですかね。これクリア。ミルクが入った哺乳瓶、お腹はいっぱいみたいだ。この哺乳瓶はお子様のものですよね。なぜこの部屋に？先日友人が子供を連れて遊びに来たんですよ。子供のものは全て友人の持ち物です。忘れて帰ったんですよ。忘れすぎですよ、その人。なんでこれもこれもこれも全部友人の忘れ物ってことで、くるくる回れ、あれこれのこと。子供用もビール、天井に吊るすものまでよその人の家に持っていくだろうか。怪しいですね。これ天井に吊るすやつですよね。これもご友人が持ってきたんですか？それは甥っ子のです。急に文字が。甥っ子を昨日まで預かってたんでね、買ってあげたんです。ここは子供がよくいらっしゃるんですね。そういうことなんです。なんか話し方がきっと、夜泣きはうちの甥っ子ですね。ぐずっちゃってすみません。今後は気をつけますんで。もういいですか？泣き止ませろとは言えないし、この人なら気にかけてくれるだろう。なんか怪しいな。わかるよね。ご協力ありがとうございます。それではお邪魔しました。
それでいいのか。住人にはまだ秘密がある。この後の様子をこっそり覗きますか。気になる。うるさいですか。赤ちゃんは泣くのが仕事なんですよ。どうした？おぎゃー、マジで。もうスーツのね、人がおぎゃり出したらちょっと、ママー。お腹中いたの。抱っこ。チパ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 。そういうことか。泣き声はこの住人のものだったと。スーツの男は大きな赤ちゃん。イマジナリーママを作り出し、赤ちゃんになりきっている男。夜泣きにしては低い声であったとか。これでも会社の重役らしい、重役らしい。管理人に夜泣きを注意されてからはおしゃぶり加えて夜泣きを控えている。聞き分けはいいみたい。いい子いい子。さあ次のステージ、筋肉筋トレ男。お邪魔します。家賃回収に参りました。もしかして全員家賃払ってないとか。知らないか。9997 9998 9999 10000。ふぅ。あ、お疲れ様です。家賃回収に参りました。1万1 1万2 1万4 1万5。まだ続ける気だぞ。1万もやってたら腕取れちゃうね。筋トレを止めてもらうに、筋トレを止めてもらうに。これか。ああ違う。あ、これか。それを中断してもらって話を聞いてもらおう。ビビ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 。もう10時間経った。今日は時間が過ぎるのが早いな。まず10時間やってます。毎日。こんにちは、家賃回収に終わりました。いや、管理人さ、服着てるんで、着てくるんで待っててくださいや。待たせたな管理人さん。こんにちは。ほらジミーも挨拶しなさい。こいつ二頭筋に筋肉に名前つけてます。どなたかいらっしゃるんですか。ジミーほら挨拶だ。すいませんね、ジミーはシャイなんですよ。いえいえ、ジミーさんによろしくお伝えください。早速ですがお家賃をいただきよろしいでしょうか。ああ、奮発しときましたよ、管理人さん。回っていってください。ちゃんと払うんだね。今月分、これか？こんなにたくさん。今月分って書かれた段ボール箱、札束でも入ってるんだ。こんなに、ね、払ってくれんの？段ボールの中にはプロテインが溜まっていた。だろうと思ったよ。あの家賃のお支払いは現金でお願いします。何言ってるんですか。お金で筋肉はつまねえよ。全筋肉なんす。それなんで365日毎日着替えてパーフェクトボディ。毎日着替えてパーフェクトボディ。毎日の筋トレは逆効果。筋トレ後は休息日を作ろう。これ読んでないじゃん。筋トレには休息が必要。毎日鍛えるのはダメだと教えてやろう。
本読んでないでしょ。読む時間があればスクワット5万回は軽いですからね。マジでまさに脳筋。この本によると筋トレは休みが必要みたいですよ。何？毎日いじめ抜いてあなたの筋肉泣いてませんか？管理人がなんかこいつらの痛い痛いと叫ぶ声のことか。そうです、筋肉痛が治るまで筋トレ休んでください。しっかり休むことでより筋肉が強くなりますよ。管理人もちょっと筋肉が好きなんですかね。なんてことだ、毎日10時間の筋トレが逆にこいつらの成長を妨げていたのか。そういうわけで家賃は現金でお支払いいただけますか。こいつ10時間も筋トレしてちゃんと仕事とかしてるんですかね。教えてくれてありがとうよ。そいつも一緒に持って行ってくれ。プロテインと家賃を受け取った。もうどっちもくれんだったら、まあ、一石二鳥ですよ。それではお邪魔しました。感謝しますそう。はい、まだ秘密がある、気になる。よしよしよし、お前たち今出してやるからな。こそこそ服がパンパンで息苦しかったな。大胸筋のアーサー&ジョセフ、お前たちコンビは本当に我慢強いな。こんなところにいたのか、ジョバニ頭筋のジミー、シャイなやつだな、出てこい。おいおい、はしゃぐな。左大腿筋のスティーブン、たくお前たちはもう鍛えたいのか。欲しがりのやつめ、鍛える順番は平等に、せーの、マッスルーレット。アーサー、ジョセフ、ジミー、スティーブン、アーサー、ジョセフ、ジミー、スティーブン。みんな順番に鍛えてやるからな。クリア。筋トレ男は筋肉に名前をつけている。筋肉が呼吸できるよう基本的に衣服は身にまとわない。人にいろんな性格があるように彼の筋肉も性格が異なるらしい。オス筋の紹介、ジョバニ頭筋、ジミー、シャイ、大胸筋、アーサー&ジョフ、我慢強い、大腿筋、スティーブン、せっかち。そんな大した秘密じゃなかったですね。さあ次のステージ、スマホ見る女。うわ、結構危ない人ですね。奥に刃物が並んでますね。手前に檻とか。邪魔します、家賃回収に参りました。あー、出直してくれない、あいつ出かけてるの。あい、彼氏か。あなたは家主の彼女。そうでしたか。そう、今は私一人よ。じゃあもう帰っていいんじゃないか。奥の冷蔵庫がガタガタしてますね。どこぞのたけしみたいな。クリア。今女の人しかいないらしいけど中に何かいる。冷蔵庫じゃない、クローゼットか。あのクローゼットの中動いてますけど、この人ずっとスマホ触ってるな。あれは飼ってる犬、凶暴だからそこに入れてるの。凶暴だったらそこの檻でいいんじゃないですか。ん、見たらほら、凶暴ならあっちに入れるべきだ。凶暴ならなおのこと、檻の中に入れるべきだ。コマーシャル。次はね、1枚だけ脱げばいいもの、別にそんな。檻があるのにクローゼットに閉じ込めるんですか。見えたらあんた怖がらせると思って。普段は檻の中よ。
分かったならもういいでしょう。彼いないんだから帰ってよ。そうですね、また来ます。あ、そうそう、部屋の方にお伝えください。消防動物ならまだしも、うち犬猫は飼育禁止ですからね。退去していただかないと。ほんと、なんか思ったよりね、ハードですね。クローゼットが開いて人が転がってきた。はっへんはへんはっへんはへん。人大丈夫ですか？今すぐほどいてあげますから。ガムテープとかならまだしもね、包帯なら自分で解けそうな気もしなくもないけど、包帯を解いてあげよう。これか。包帯を切って事情を聞き出そう。ハサミで包帯を切った。大丈夫ですか？はい、おかげで助かりました。どうも、退去だけはご勘弁を。いや、ペットがいないの分かりました、見て分かりましたけど、なぜあんなところに。僕が悪いんです、彼女を怒らせたから。ふん、よっぽど怒らせたのかな。あ、家賃を取りに受け取りに来たんですよね。どうぞどうぞ。家賃を受け取った。みんな割と素直に払うんですね。ありがとうございます。喧嘩もほどほどにしてくださいね。それではお邪魔しました。まあ、あるような秘密が。あの管理人しつこかったな。余計なことしやがって。これ巻くの大変なんだからな。ま、ごめんね。あの管理人返すためとはいえ、スマホで指示とか命令しちゃって。本当だよね、私に命令とか来世でどうぞって感じで。延長するの？延長、はい、ご主人様5時間延長します。ピシッ。犬はワンだろうが。ワンワンワオーン。打鍵はハウスに入れるよ。くーん、いい子にするので。次はラップでぐるぐるにしてください。ラップは息できねえんじゃないの。なるほど、 SM プレイをしていたとね。大人のサービスを利用して包帯を巻いてもらう遊びに興じていた女性がずっとスマホを見ていたのは管理人を帰らせるために、クローゼットの中からスマホで指示を出していたためである。縛られ慣れているため、この状況でも器用にスマホを操作できる。どちらかといえば変態さん。これなんか、女が飛んだやべえやつかと思ったら、この男が、ね、ド M だったわけですね。さあ、次の方。てか、なんで、1階10、何号室なのに全部階が分かれてる。更新する男。うわ、すげえ。こういう感じのね、家のデザイン嫌いじゃないですよ。お邪魔します、家賃返しに参りました。でね、下にある惑星たちはカーペット。来たー。なんか私歓迎されてますよ。当たり前じゃないですか。首は長く待ってましたよ。長くして待ってましたよ、ポピー。それじゃあ、それは仕事メールにつきます。では、早速ですが、家賃を。どちらの星から？はい？あなた、どちらの星から来たんですか？どちらの星から？あ、まあ地球です。強いて言うなら地球からだろうか。地球から、ここも地球ですけど、星というと地球から来ました。はあ、あれ歓迎されてない？
一応聞いとくけど、あんた地球人だよね。地球人で間違いないと思います。おかしいな、信号届いたと思ったんぽっけどね。ポピ、星って言ってましたけど、宇宙に信号を送ってるんですか？送り続けて30年くらいかな。まだ一回も信号返ってこないポピね。思ったより年いってんのかな。すごい、宇宙ってロマンありますよね。私は応援してますよ。ポピピーピピーポピーピピ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 ピポピーポピピピ。この音はなんだ、ちょっと頭痛いな。モールス信号みたいな。ピピーピピー、この音はどれ、これか、うん、広がってるやつ。ここから音が出ているみたい。ピピーピピーポピーポピピピピピーピピーポピーポピピピ。この音もう少し下げてもらえないですか。いずれ騒音の苦情が来そうだし。なんだよ、さっき俺のこと応援するって言ったポピー。お前語尾ポピーなのかよ。というとこの音が信号なんですか。お前もなんか突っ込むよポピーに。今度こそ完璧だポピー。信号は完璧なのかな。ノーシグナルって書いてますけど、あれ、私は地球にいます。王朝ください。王朝になってます。王朝じゃないですか。信号の内容がおかしなことに応答が王朝になった。王朝じゃない、応答で合ってる。読みは同じだ。なんだ王朝って、この信号間違ってますよ。ポピ、これだと桃くださいってお願いしますよ宇宙人に。ポピ、また失敗するとこだった。ありがとな。失敗してんじゃないかこれ。いえいえ、気づいてよかったです。あと邪険にして悪かったな。忘れないうちに渡しておくよ。家賃を受け取った。ありがとうございます。いつか宇宙人と会えるといいですね。お、いいぞ、来てる来てる来てるよ。それではお邪魔しましたね。いつか会えるといいですね。ピピーピピーポピピポポピピーポピピピーピピーピピーポポポピーポピピピー。これはこの男が言ってるんですかね、口で。うん、ダメか。ポポポポポポピー、はてなはてな。これはツヤエベア星からの反応。これツヤエベアって逆から読んだらやべえやつですね。お前がやべえやつ。マジで来てんじゃん。ポピーポポポピー、こちらで地球窓口です。本当に宇宙人と。ポピー、俺はツヤエベア星人。マジでやっと繋がったポピー。こいつは地球人じゃなかったの。こちら地球、こちら地球、星に帰りたいポピー。まさかの、予想してなかったんですよ、それは。更新する男は帰りたい宇宙人。宇宙人を追い続ける男の正体は、SF マニアではなく、ただ星に帰りたいだけの宇宙人。地球観光に来たものの、うっかり宇宙船に乗り遅れてしまった。本日めでたく母星と連絡が取れた様子。彼にとって30年は些細な年月らしい。漢字は苦手フォビー。じゃあもう管理人が応答っていうのを間違えてなかったら、指摘してなかったら帰れてないっていうことですか。さあ今度はなんかでっけえパスタみたいなのが映ってますね。スリムな女、こんなにたくさん食べてそうなのに。うわぁ、お邪魔します。家賃回収に参りました。そんなお皿どこで買って売ってるんですかね。
早食いしてんのかな。15分4秒ガツ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 。大食い女子は嫌いじゃないですよ。がむぐ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 、ものすごい勢いで食べている。あの食事中にすみません。バクバクガツガツムグムグ、これは戦いなの。戦いとは何のこと。これでしょ、デカ盛りチャレンジ。彼女はデカ盛りチャレンジに向けて特訓中。たらこパスタ限定なんですかね。デカ盛りに挑戦するんですか。うっ、いい返事だ、いい返事だじゃない。ねえ時間見て、あガツガツ。残り時間ですか。あと15分です。いけるいける。残り15分でこの量を食べきるんですか。うむうむ、ガツガツ。これは見てみて気持ちがいいかも。まあ確かにたくさん食べている人を見るのってまあ結構スカッとするというか、うん、ぐゲッホゲッホ、大丈夫か、ぐゲッホゲッホ、水水飲め。喉を詰まらせたみたいに水を渡してあげよう。ぶはー、ありがとう、助かったよ。本当にこれ渡してなかったらお前死んでたかもしんねえんだからな。本当にあの量を平らげるなんてすごいですね。平らげたんだ。余裕。ぐーぎゅるるる。そうだろ。今の音は。ごめん、うちではもうお腹ペコペコ。マジで。え、まだ食べるつもりですか？全然足りないから買い出し行かなくちゃ。あの家賃の支払い大丈夫ですか？そんな考えなしに食べてないよ。お金なら大丈夫。学生ある人でよかったですね。でこれでもうち人気者なんだけど知らないかな。そうだ、結構有名人、人気者らしい彼女の正体。もしかして大食い系。チャンネル登録者120万人、元アイドル愛崎マリノ。マリノ最高、うひょひょひょ。たくさんマリノに食べさせてあげたいわら。うひょ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 、すごいですね。120万元アイドル、本当に結構人気もないです。結構相当。彼女は登録者数100万以上のヤーチューバー。収入は問題なさそう。ヤーチューバーね、僕も一人前のヤーチューバー目指してますけど。大食い系の動画投稿者なんですね。それも大人気のということ。これだからのために頑張らなきゃね。はい、お待たせ。家賃を送った。お支払いありがとうございました。大食いの方ってやってる人が多いですよね。体のどこに消えていくんだろうって、いつも不思議ですよ。他の人は知らないけど、うちにはさっちゃんがいるし、さっちゃん。売れっ子ヤーチューバーなら支えてくれてる人たくさんいますよね。大食いチャレンジ頑張ってください。 お邪魔しました。はーい、チャンネル登録よろしくね。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。まだ秘密がある。うちも昔は太ってたんだけど。意外ですね。それもこれも全部お腹の中のさっちゃんが食べてくれるおかげだよ。さっちゃん、ギュルルルル。あ、はいはい、お腹空いたよね、さっちゃん。お買い物行ってたいっぱい食べさせてあげるから、お歌で我慢しようね。さっちゃんはね、サナダムシ。スリムな女はお腹にサナダムシがいる。グーと鳴く腹の虫は比喩ではなく本物だ。もともと太っていた彼女だが手軽なダイエットを求めて
腹でサナダムシ、通称サッちゃんを飼うことに。自分から入れる、自分から体内に入れる人っているんですね。食べたものはサッちゃんの餌となり、スリムな体になった。腹痛などの副作用もあるため、絶対に真似してはいけない。うん、真似しないよ。そんなサナダムシってどこで飼えるんだ。白衣のとこ。あ、パソコンが一人でに動いてる。お邪魔します。家賃回収になりました。なんか奥に人が寝てますね。で、なんか薬とかがあって、なんかどことなく病院のあのお医者さんと先生となんか話すところに来てますね。名前わかんないんですけど、まあどうぞおかけになってください。お仕事中にすいません。あなたはお仕事中なんです。私精神科医をやっております。竹中と書かれた名刺をもらった。これはご丁寧にどうも。竹中先生はこちらでお仕事を。ええ、24時間体制で患者さんを見たいと思いまして。え、こういうここ、え、ここ、家だよね。自宅をそのまま診療所にしたんですよ。勝手に。素晴らしいですけど、働きすぎじゃないですか。コンビニじゃないんですから。家の中に精神科医って、ね、そんな、もし患者さんが暴れたりしたらどうするんですか。普通、そういう、病院って山の中にあるってよく聞きます。ご心配には及びません。私はこの通り元気です。なんかそのマットサイエンティスト本当に元気なのかな。なんかよく見たらこの椅子のこの影の映り方ちょっとおかしいですね。この薬かな。薬は自分用なんだ。患者さんのやつじゃない。元気な人は薬は飲まない。俺患者さんにあれじゃない、なんかでも薬服用されてますよね。ご無理なさってるのでは。ああこれはお恥ずかしい。今のところ疲れとめまいがひどくてね。医者がこれではいけませんね。先生の姿勢は素晴らしいと思いますが、体を壊されては患者さんたちが困りますよ。ふふ、面目ない。しかし休むわけにはいかんのですよ。先生が休めない理由とは。この人か。患者が入院しているため休めないみたい。そちらのベッドで寝てる方は無事で入院してる患者さんですね。普段は読書されていたり静かなものですが、夜中にふらりと出て行かれたり手を焼いております。それは付きっきりにもなりますね。見たところは先生一人みたいですが、人手は増やさないんですか。そうだね。ええ、まあ仕事に支障は出ておりませんので。仕事に支障はないのか。処方薬について。ちょっとヒント見ていいですか。国語を見てヒント。ウィンドウの中、単位がおかしなことに。ああ、本当だ。カプセル250kg。カプセル250kg ってこんな飲んだらね。やばいっすね、6回分。大量です。薬の処方量がとんでもないことに、すでに支障が出ている。
先生やっぱりお疲れみたいですよ。これはひどい入力ミスなんで、すぐどうかご内密に。弾んだ金額を受け取った。こいつ金で解決。早いうちに誰か雇用しないといけませんね。そうしてください。それでは失礼しますね。お困りの方をご存知でしたら、ぜひ当院を紹介してくださいね。見てもらいたい患者に心当たりが多すぎるな。そうだな、さっきの真田節の人とか、まあ精神科医じゃないか。それでお邪魔しました。さて、次の患者さんがそろそろ来院してくる頃ですね。くわー、お目覚めですか。おはようございます。ああ、大声上げちゃダメですよ。迷惑になります。もうそれ僕の白衣ですよ。何度言ったら分かるんですか。返してください。お薬飲みました。飲んでますね。よしよし。この人がサーベットに戻ってください。竹中さん、私診察しなくては。はいはい、そうですね、サーベットに戻りますよ。でも患者さんが、そうですね、お前が竹中、もっと治療頑張ってからですね。はあ、目を離すと勝手に出ていくし、本当に手の焼ける患者だな。髪長い人が患者さん。ああ、白衣の男は患者、自分を精神科医だと思い込んでいる患者。服用している薬もめまを治すためではなく、治療のために処方されているもの。医療の知識がないためめちゃくちゃな処方をする。本当の医者竹中先生はベッドで寝ていた男。目を離すと大変なことになるため睡眠不足が続いているらしい。じゃあ、あのキログラムはこの人が書いたの？もう一度見るんですか。おびえる男。うわ、お邪魔します。家賃回収に参りました。悪霊退散。ひぃー、あれ隠れてた。大丈夫ですか。私管理人です。あ、なんだ、管理人さんか。びっくりさせないでくださいよ。ヒックヒック。一体何に怯えてるんですか。ちょうど相談しようと思ってたんです。ここ出るんです、この部屋。が出るというのか。で、悪霊に怯えているようだが、お札がちゃんと貼られている。ちゃんと貼られている。このお札で部屋は守られているんじゃないですか。その出るっていうことは否定しないんだ。つまりその札は聞いてないんだよ、このアホンダラ。なるほど、札が効かないほどの強力な例が。言うな言うなよ、怖いだろうが、アホ。痛い、叩かない、叩かれた。かなり参ってるみたいですね。おかげで全然眠れないですよ。とりあえず私がいますから落ち着きましょう。そうだよ、コマ止まってください。一緒に寝てください。それはちょっと発展、寝るには布団が必要だけど、寝るのかよ。なんもねえ。寝ようにも押し入れがどこにも、押し入れにもどこにも布団がない。こっちどこで寝てんの。泊まるにしても無理そうですよ。そっちの気ないですから大丈夫ですよ。そもそも布団がないじゃないですか。布
がどうしたんですか？お札貼るときにベランダに布団を干したままでした。バカだろこいつ。てか札、お札さっき貼ったの。え、この人ちょっとアホなんだ。面倒ですけど、札もガムテープも剥がして布団取り込むしかないですね。で、布団なくても床で寝ればよくね。そんなことしてたたられたらどうするんですか？責任取れるんですか？たたりって具体的に何か被害に遭ってるんですか？音ですよ、音。ミシッとかパーンとか突然鳴るんですよ。ミシッ。いやー、これが例の声だ。ミシッ。じゃあ、床が、床の、あれが、これじゃない。柱がひび入ってますけど。木の柱がミシッと音を立てているのだ。うちのアパート木造ですからね。ミシッ。うわ、単なる自然現象ですよ。木材の伸縮で鳴ってるだけです。本当なんでしょうね。そうやって俺を安心させるだけ、そうやって俺を安心させるだけの。大丈夫です。あ、お札を剥がしておきました。ギャー、あんた何してくれてるんだ。終わった。今に眠る悪霊が俺を。ほら、何も起きないでしょ。まだわからないでしょ。夜になったら、夜になって何か起こったら私に連絡してください。すぐに飛んできますか。本当だろうな。やっぱり止まってよ。こうしましょう。つついたら今月の家賃をお返しします。ここまで言うなら家賃例に買った。なんかあったら絶対来てくださいよ。約束ですからね。家賃を受け取った。はい、今夜は安心して眠ってください。それではお邪魔しました。そういえばガムテープの隙間からベランダを見たけど、布団なんてあったか。まだ秘密がある。神様、仏様、どう、怖い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 。ミシッ。キャーなんてね、我ながら名演技だな。演技だと。やっとやっとやっと出られる。出られる。こんな安アパートに閉じ込めやがって。札が邪魔で出られなかったんだ。剥がしてくれて。ありがとう。怯える男は封印された悪霊。怯える男はこの部屋に封印された悪霊。霊が怖ければ出ていけばいいのだが、それができないのは彼自身が例だから。布団をベランダに干しているというのは管理人に札を剥がさせるための嘘。札を貼ったのはきっとこの部屋の本当の住人。この後一体彼は。まだこの話は続きそう。はあ、管理人はとんでもないことをしてしまったということ。最後にしようかな。待ち続けろ。うわー、どこ夢恋人知ってまだ嬉しい時々あなたは私と帰る。とってね、とって。覚えてる。いつ時々まだただいま会えるあなた私時々全部誰もいないですか？
部屋狭くね。お帰りって僕を待ってるわけじゃないだろうか。これ本当に管理人さんを待ってるとかあるのか。そう来たらやっぱり、ああなんかたくさん、ただいま。帰りに対してあなたはただいま。クリア。ただいまと言ってみよう。ただいま、おかえりなさい。本当にこいつを待ってたのか。あ、な、だ、あ、あなた管理人、こんなに待たせるなんてひどい人。でも怒ってないよ。お腹空いてない？ご飯温め直すから。いえいえ結構です。あ、オムライスが子供っぽかった。リクエストあったら頑張って作るよ。そうじゃなくて誰かと間違ってませんか？誰と間違ってるっていうの？彼女は誰と間違ってる？恋人。どういうわけか、彼女は僕を恋人と間違っていそう。恋人と間違うってあんのかな。だってそんな大切な人普通間違えないでしょ。恋人と私を間違えてませんか？恋人はあなたでしょ。まあ、あなたがそうと言うならそうなのかも。それでいいかも。私の初めての会話が噛み合いませんね。もうしっかりしてよ。合言葉、あなたにしか教えて伝えてないんだから。どうやって合言葉を使って伝えた？どうやって？ああ、これか。手紙か。大量の便箋、手紙で合言葉を送ったということだろうか。こんなたくさんで、ね、全部違う内容ってこと？手紙に合言葉を送ったんですか？え、ただいま。それが私たちが再会するときの合言葉ですよ。まだ手紙読んでない？手紙をもらったこと自体ないですよ。嘘。本当に私のあなたじゃないの？申し訳ないですけどね、私は偶然合言葉を言っちゃったみたいですね。そんなことある？紛らわしくてすみません。なんだ、本当にあなたじゃないのね。てか合言葉で恋人かどうか見極めるのってどうなの？顔とか顔パスでやろうぜ。ええ、集計に来た管理人です。残念だわ。家賃を受け取った。恋人さん会えるといいですね。全然会ってないの。嫌われたかしら。こんな、まあまた今度私でよければ話聞きますよ。それではまた来月お願いします。めっちゃいい人だよ管理人さん。まああるでしょ秘密。私振られたのかしら。さすがに冷たすぎるわよね。手紙の返事だって一度もくれたことないし、名前も知らないし、名前も知らない。マスクで顔も見えなかったけど、私はあなたの中身を好きになったもの。嬉しかったな。あなたがくれたティッシュ。何よ、連絡先まで書いといて思わせぶりな態度はやめてよ。この恋も終わりね。でもいいの。管理人さん来月会いたいって言ってたよね。会いたいというか、またお金を。手紙書かなきゃ。待ち続ける女はティッシュ配りに惚れた。これまで男性と付き合ったことがないためあまりにも免疫がない。
路上でポケットティッシュを受け取った日、彼女は恋してしまう。手紙を一方的に送り続けていくうちに妄想が一人歩きして、送り主が恋人になってしまった。管理人の郵便受けが手紙でいっぱいになるのも時間の問題。付き合ったことないからってこんななるんですかね。なるほど。ティッシュ配りに惚れた。そんなことあるんだ。僕もティッシュ配りやってみようかな。じゃあ今回はこのくらいにして終わろうかなと思います。皆さんのね、ご近所さんにはこういう変な人いませんか？もしいたらコメント欄でどんな人がいるか教えてください。ではご視聴ありがとうございました。モツには